犬山市の隣、愛知県には群、府総町に活動しております勝負です。まずは犬山陶芸祭1日目、発足チームの一員としてですね、この最後の時間に踊れることを本当に嬉しく思っております。どうもありがとうございます。ありがとうございます。この犬山陶芸祭まだ1日目ではありますが、ここまで安全に行うことができたのは、目の前にいらっしゃる 参加してくださった皆さんのおかげだと思っております。そしてですね、先ほどジョーの皆さんのお話の中でもありました、久しぶりのお祭り何より楽しかったと思います。すごく寒いななんて声もあったかもしれませんが、何より楽しかった、そんな声がたくさん聞こえてきました。その楽しさをですね、明日2日目につなげられますよう僕たち勝負のパワーで精一杯踊ります。どうぞよろしくお願いします。 犬山陶芸祭1日目、ありがとうございました。